隊列がゆっくりとしたスピードで今最終コーナーに向かいます。10列20台の隊列です。さあシグナルレッド点灯中、最終コーナーを立ち上がってメイン層へと戻ってきて、さあシグナルが今消えてレーススタートしていきます。後方を確認しつつ大越がいいスタートを切っていきます。後方から富下も後ろにピタリとついて、ああ2台のマシンがコースアウト。1コーナー、いやこれは33と57ですかね。相模と米林あたりでしょうか。そして1台、これは18号車の吉田ですね。いやこれ言っちゃいけないと思ってたね、そのあだ名はね、やっぱ 言わなくてよかったなと思ってたんですけども。さあその間にトップ2が離れていく。3番手以降がちょっと呪術なぎ状態でになってますね。さあトップ大越と富下がまずはその隊列というかね、こう集団から離れていこうというところ。今イエローも出ていますね。大沼博人は3番手に上がっていきました。昨日その4番手からのスタートどうするのみたいなこと言ってね、悩んでいましたけどね。さあその後ろからは渡辺正人、ハイダウンフォース仕様の渡辺正人が行きます。高田陽大がその後ろから来ている。ここら辺も地元のドライバーですからね、まあ、手の内もある程度知ってるというところでしょうかね。さあそしてその後方には細越一茶が7番手、ちょっと順位を落としてるんですね。三条大輔、小野島貫というところです。2周目から3周目に入って大越富下は44秒4、大沼44秒4、3というところですか。3番手の大沼がこの隊列からちょっとずつ離れていってる。さあそしてここで高田が渡辺のイン側に入っていく。さあここら辺5コーナーあたりで、渡辺がちょっとまた外に行ってしまった。この間もね、そんなシーンがあって、渡辺と話した時に一個一個切り取った時はすごくいいとこがあるのにねみたいな話してたんですよね。ここで大きく落としちゃうんだよねって感じで言ってたんですけど、ちょっと今なんかそこら辺が再現されちゃったかなっていう感じですね。中段までちょっと埋もれたというところになりました。これで3番手の大沼が少し楽になってきましたが、大沼と高田もね、これもシリーズ戦でもよくやり合ってる相手ですからね、ここら辺も手の内を知ってるというところになります。3番手4番手で5番手の下手が接近しています。酒井翔太と地元の細越一茶ですね。さあ細越一茶も最初にここのレースに出た時には細越ではなく一茶と呼んでくださいなんていうふうに言ってましたけどね。細越さんも、一時期は連戦連勝でストップザ一茶みたいな話をしてたこともね、このコースではあります。この後ろは三条大輔と渡辺正人、そしてだいぶその後ろは接近してるんだよね。これもね、島抜きがいてっていうところですか。そうですね、島抜きがいて、さらにその後ろの白のヘルメットの小野でしょうか、鈴木、角田、小林、菅原が今シーズンはちょっとペースをこう見せるところがないんですよね。ついてないレース展開も非常に多くなってて、今シーズンちょっと苦しいレースをしているというところですね。さあ最終コーナーを立ち上がってきて 6周目に入っていく大越、そして富下、大沼の後ろに高田がだいぶ近づいてきましたね。コンマ1秒ぐらいというかな、上回ってきてですね、3番手4番手はだいぶ接近しています。これも地元対決、 KRS 大の大沼とスーパーレーシングジャンキーの高田陽大。まあこのクラスで地元ではジャンキーカップの中に一人 KRS 台でね切り込んでるっていうようなそんな話をしてたりしましたけどね。その後ろの2台は5番手争いになります。こちらも地元、細越と酒井ですね。細越と酒井がバトルになってるというところですね。さらにその後ろから渡辺正人と、三条大輔、春日龍之介、島貫勇気というところです。さあ3番手4番手はだいぶ近づいてきましたね。これね、大沼と高
が、シリーズでもやり合ってる相手なんですよ。でここで3番手争いをしてしまったら、いつものようにね前2台が離れていっちゃうんで、これ先に決めた方がいいですよね。追いかけるのかどうか、追いかけられるのか、これペースとしてはどうだろう。高田のペース43秒6っていうのは、前の大越富下も43秒6、7ってあたりですから、ほぼほぼ一緒なんだよね。それを上回れるかどうかなんですよね。今は前にいる大沼が43秒578なんで、さあそして高田が今4コーナーインナーを入って大沼をかわしていきました。これで高田のペースが上がるんだとすれば、大沼はそれ後ろついていくことをやっていった方がいいですよね。引っ張ってもらった方がいいですよね。おそらくなんですけども、高田のペースちょっと上がるんじゃないかと思うんですよね。そうすると前の大越富下のペースを上回っていける可能性がまだありますね。17周の予選ヒートですから、まだあと10周ぐらいありますからね。これはちょっとそういう戦略でいけるかどうかですね。トップの2台、大越武史と富下リオナは43秒6というペースで、高田陽大は今それをオーバーテイクしていったんですが、43秒5ですから、ちょっとペースこれから上がりますね。これね、その後ろの、ね、大沼はちょっとそれ、ね、ついていきたいですね。で、今細越が単独の5番手になりつつありますね。酒井と離れてっていうところですね。さあそして最高峰からスタートしていってる現在シリーズランキングトップの春日龍之介ですけれども、現在7番手まで来ました。後者の春日龍之介、まあ、白のヘルメットに、黒と赤のラインなのかな、オレンジのカラーリングの、車両に乗っているこの春日ですけれども、43秒4というペースになっていて、今前の22号車6番手酒井は43秒8ですから、まあ、ここら辺にはねもう簡単に追いつくでしょうね。ペースだけで言うとそうだね、今ね前の前の集団も春日のペースまではまだ出てないですからね。11周目に入りました。高田陽大は43秒4、春日がそれを上回って43秒3というペースです。まずは高田陽大が前の大越43秒6、富下43秒5に追いついていけるかどうかですね。間に合うかどうかっていうのかな、周回数の関係でね。さあ、春日はこれはもう酒井もかわしてるのかな。そして今前の一茶に対して近づいていこうというところ、1台止まってたのは22号車ですね、これね。
後はコミスターリオナのあのストライプのヘルメットがね、なんていうのかな、こうシンプルで見やすいな、見やすいとか覚えやすいなって感じがありますよね。でその後ろはホワイトとブラックのヘルメット、赤と白のマシンの高田陽大で、それを追いかけて大沼博と、さあそしてここに勝田が来るが43秒4というラップ。さあそして高田陽大は43秒393までタイムを上げてきて、前の大越富下が43秒6とか43秒5ですから、だいぶ詰まってきましたよねこれね。3番手高田陽大が前の2台を、さあ仕掛けるところになるか、今15周目ですからね、あと3周ほどありますからね、これはいけるかどうか。さあどうだ、高田がまずは富下の後ろについてくる。さあ富下の後ろについてスリップストリームについていきます。2番手3番手争い、富下のスリップから、さあ高田はどうだ、1コーナーそして2コーナーに向けてはどうだ、まだちょっと遠いか、伸びちょっと足んないですね。4コーナーでどうでしょう、ブレーキング勝負のインガーのラインを高田が入って2番手に上がっていく。ここは富下もねちょっと厳しかったですね、ちょっとペース上がらないとこもありますね今ね。さあ後ろをちらっと振り向きました、3番手ドロップの富下リオナです。さあ前の大越まで行く勢いあるか高田、まあ、16周目戻ってきてファイナルラップですけど、ちょっと遠いですかね。ジュニアカデットクラス、ジュニアカデットクラスゼッケン86のエントラント、ゼッケン86のエントラントはタワー2階までお越しください、カデットクラスゼッケン86のエントラントはタワー2階までお越しください。さあそして高田に対して富下はまだねなんとかついていこうとするんですけども、さあ S 字に向けてのワンチャンどうだっていうところですね。さあチェッカーフラッグが用意されている大越武史、このポールからスタートして決勝のポールも獲得しようというところ、最終コーナーを立ち上がってまいります。今チェッカーフラッグが振られて大越武史決勝のポールポジションを獲得します。2番手に上がってきたのは高田陽大、地元のドライバーが2番手スタート、富下リオナ3番手、4番手に大沼博人、春日龍之介は5番手まで上がってのチェッカーフラッグ